こんにちは、速稼塾のコブです。今日は9月10日です。こちらにいらっしゃるのが今回速稼塾のマネーの虎クラウドファンディングを成功させた川原浩二さん、通称西成浩二さんでございます。皆さん、浩二さんです。よろしくお願いします。こんにちは。今回 ね、はい、うん、ありがとうございます。ついに本当ね、こんなに早くね、私も希望額、はい、満額に達すると思っていなかったんで、はい、もうこれはもう一重に本当塾長さんのねおかげと、またそして、ご出資いただいた皆さん、それとね、興味を持たれて、動画をね、見ていただいた皆さん、本当にありがとうございました。確かにね、今日本日9月9日塾長さんにお付けさせていただいていたお金、頂戴いたしましたので、ご報告がてらに、皆さんの前にね、こうやって、毛もない歯もない金もない、西成浩二がお邪魔させて、浩二塾長さんのね、ご自宅まで厚かましくね、お邪魔させていただいて、こうやって動画を撮らさせていただいております。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、この浩二さんと私が同時に入ってる絵をね、待ち望んだ方多かったんじゃないですか、これ。まあ、僕が一番待ち望んだ方ですね。浩二さん、ね、速稼塾に入ってくださったのいつ頃だったんですかね。はい、ね、昨年の10月。あ、じゃあもう1年ぐらいなんですね。そうですね、もうすぐ11ヶ月、まず11ヶ月になりますね。はい、うん、お金をやっぱり稼ごうと思う気持ちもあったと思うんですよ、そこから入った時。はいはい、で、稼ぎ方ってなんかね、パソコンガーッとやって売り上げバーンと上げて商品売ってみたいなのをちょっと想像したかもしれませんけども、はい、今回ね、お金を稼いだっていうのとはちょっと違うかもしれませんけども、はい、でも浩二さんを信頼してね、お金が集まってきたっていう、まあ、収入といったらちょっと語弊があるかもしれませんけども、浩二さんのこれから始まる事業に対して多くの方が信頼してくださって、浩二さんを買ってくださったと言ってもいいと思います。そうなんです、ね、その辺がね、すごくありがたいなというふうに感じております。このね、山のもんか海のもんかわからんような西成浩二にね、ご出資いただきましてね、成功、はっきり言ってこれビジネスなんで、成功するかどうかっていうのは行き先わからない商売です、私どもの商売は、うん、それをね、ご信用いただきまして、ご出資いただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。実際、はい、銀行口座に名前と金額がバスッバスッバスッと日々、はい、乗っていくじゃないですか、はい、まさに、もうこれまさにですよ、はい、浩二さんを信頼して銀行までよしよしって言ってお金を入れてくれたわけです。それが浮かびますよね。そうなんですよ。ね、もちろんそこには手数料もかかっております、うん、ね、本当感謝でしかないですよね、うん、はい。だから、ね、私から言いたいのはね、その、まあ、いわゆるインターネットビジネスっていう括りでお話をすると、なんか魔法の力がね、お金を集めてくれるみたいな、そこに誰も介在しなくてお金だけが生まれたみたいな、そんなイメージを持つ方いると思いますけども、全然違いますからね。そうですね、今もね、これ動画僕お願いして、塾長さんにね、お願いして動画1本撮ってくださいっていうふうにお願いをさせていただいたんですけども、まあそれまでにちょこっとね、お話させていただいたんですけども、やっぱりそのインターネットです、インターネットです。直接私もね、塾長さんをお会いするのこれが初めてなんです。いつも画面越しにお互い、まあ、限定動画とのやり取りもさせていただいてるんですけども、ね、私愛知県です。で、久保さん広島県です。距離にしたら結構あるんですね。けど一緒に繋いでくれるのがインターネットなんです。そう、全世界なんですよね、うん、そう。そしてきっと浩二さんは何かのね、きっかけで私の動画をたまたま見てくださったと思うんですよ。で、そのたまたまが、次も見ようかな、次も見ようかな、速稼塾ってあんの、入塾しようかなみたいに一歩ずつ近づいていって、はい、なんと今私のこの YouTube チャンネルの中に浩二さんいますよみたいなね。ね、チャンネル登録16,000、14,000、ね、600名以上のチャンネル登録者さんとね、こうやって同じ画面に収まってるっていうのもね、
何かの縁でもありますし、皆様のねお力添えもあって、こうやってね広島までお伺いすることもできたんだなというふうに感じております。これ YouTube がなかったらね、もともとね遠く離れた久保哲郎氏を私は存じ上げる術もなくですね、うん、日々過ごしていたと思います。で速化塾っていう門をね、戦わせていただいて、でそこで何を学ぶべきか、自分は何ができるかっていうのを模索して、久保先生からですね、指導をいただきながら、私は何ができるか、何回も久保先生にね、久保塾長さん、私は塾長さんとお呼びさせていただいてるんでね、久保塾長さんって言わさせていただきますけども、塾長さん、私は何ができるんですか、とりあえず YouTube できるんやから YouTube やりなさい、そっからです、うん、そっからです、うん、ね、はい、小内さん、こんな動画上げていいんだろうかと思いながらも、はい、上げ続けることを私はお勧めしましたけども、はい、それがクラウドファウンディングの成功につながるなんて、これは想像しなかったでしょ。そうですね、これね、しかもね、商品を売ってご入金いただいたわけでもなくて、小内さんまだ何もしてないですからね。そうです、小内さんの人柄と信用だけで YouTube での姿を見ていただいた、その浩二さんに対して浩二さんの事業、これにもう協力しようっていう方がこれだけ集まっていただいてね、一つの小さな奇跡が起こったわけなんですよ。もちろんこれから実際に、軽トラックを買ってですね、はい、いろんなところに回っていくっていうところは、はい、雨の日も風の日もまあやりは降らないけどもお伺いさせていただきます、はい、ね、まあ、とりあえず今はチラシの営業、地元、うん、愛知県東海市ね、に限ってなんですけども、チラシの営業っていうのをねさせていただいております。また動画の方でもねチラシをお見せして、こういうことをやってますっていうことをね、うん、やらせていただきますんで、その時はぜひご連絡、何かあればねご連絡ください。なんとかします、あなたの困ったをなんとかしますので、ね、それがまず第一の恩返しかなというふうに考えております。よろしくお願いいたします。はい、それでね、浩二さん今回、はい、浩二さんの一つの目標が叶いました、はい、クラウドファウンディングで事業資金が集まった、はい、そしてこのお金が1円たりとも無駄にすることなく事業に入っていくわけなんですけども、はい、これはね、やっぱり一つの成功だと思うんですよ、はい、速化塾に入っていただいて、はい、1年しないうちにここに達して入金があった、はい、このね、気持ちを今度は次の方につなげていただきたいんですよ。そうなんです、だからね、呼びかけてもらいたいんですよ、はい、やってみましょう、何でもいいから行動してみましょう、そう思ってることがあったらやってみましょう、好きな子がいたら告白しましょうね、最近もありましたけどもう名前はね、あれは出さないですけどもね、動かないと動かないんですよ。そう、僕今日ライブでねコメントを出していただきましたけど、何事もスピードが、うんうん、そこでね、今さっきこの動画をね、撮る前に塾長さんとはねさせていただいたんです、とりあえず手をつけて熱かったらやめればいいんですよ、動かない、これ熱いかな冷たいかなって考えてたら前へ進みません。久保塾長さんがね最近よく口に出されます、遠くに旗を立てたらもうその旗は見ない、ひたすら足元を固めて一歩ずつ歩いていけば気がつけばその旗の座元に立ってる、これすごくね、私座右の銘にしてください。はい、今まではね違う座右の銘があったんですけども、これからはねその言葉をね、私何名かの方にね、久保塾長さんの名言であるっていうのをね何名かの方に私送らせていただいております。遠くに立てた旗、私もそうですね、ズームでは年商1000万目標です言いました、かなり遠いところですよ、けどね言いました、年商1000万目標にします、もうその旗は見ません、うん、足元を固めてできることやっていきますんで、うん、また皆さんね、ご協力と言いますか、お仕事をお依頼あれば、ぜひ川原企画、ヘラクレス川原企画の方にご連絡、または塾長さんのね、方にご連絡いただければ、連絡は私も取らせていただきますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さん、はい、ね、
今回ね、いろんな方にお世話になったんですけども、やっぱりこの人を忘れちゃいけないって方が一人いらっしゃるんですよ、はい、あそこでカメラを回してらっしゃる方です。実はね、この動画を撮ってるカメラがあるんですけども、塾上さんのね、カメラがあるんですけども、その後ろに姫ゆみチャンネルの西成鬼嫁がカメラを回してます。これは私の放送でね、流させていただきますけども、まあ、家内にも家内感謝はしております。口には出しませんけどもね、けどやはり感謝、この気持ち僕すごい大事と思うんですよ。何事にしてもね、どつかれてもありがとうっていう気持ちっていうのが基本的になければ、人を恨んでも同じように跳ね返ってくるんですよね。そうなんです。同じ跳ね返ってくるなら感謝の気持ち、ありがとうございますというね、感謝の気持ちが僕は大事かなと思っております。はい、そうですね。ビジネスはね、速稼塾の中では感謝と提供というふうに覚えていただいております。そして仕返しではなくて恩返しをね、私たちは日々繰り返してビジネスをね、構築して幸せに向かっていきたいと思いますね。もう本当にね、身近な家族、この家族の穏やかさとかね、励ましが何よりですよ。いつも美味しいご飯ありがとう、温かな布団ありがとう、そうですね、素敵な笑顔ありがとう、万歳ですよ、本当に。でこれはね、私の奥さんにも言ってるんですけどね、見てますか見てますかね、小池さんね、でも本当に多くの方にご支援いただいて、そうですね、気合がまた入りましたね。そうですね、今回ね、ちょっと私家のインターネットの回線がね、切り替えが止めるのが早すぎて、次の工事に間に合わなくてね、何名かの方には限定でね、短い、本当に短い動画なんですけども、送らせていただいてるんですけどもね、今日はすべてね、皆さんの、ご出資いただいた方、皆様のね、ご連絡先を、頂戴いたしましたので、また、順にはなっていくかと思いますが、必ずね、限定の方で、お礼のご挨拶、これからの意気込み等をですね、動画で、限定でお一人様お一人様に、お送りさせていただきたいと思いますので、またその時はこの西成浩二の不細工な顔を一つ我慢して動画の方見てください。はい、じゃあ浩二さんの思いの丈が届きましたんで、放送は以上で終わらせていただきます。本当にご協力ありがとうございました。そしてね、ますますここからですね、皆さんの励ましが必要ですからね、事業成功に邁進してください。ありがとうございます。また私の動画にもコメントをね、罵倒のコメントでも結構です、しっかりせいでも構いません、どんどんコメントいただけたらね、私は大歓迎です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クリーム長、本当にありがとうございました。じゃあいつものやつ一緒に行きましょう。いってらっしゃいで。そうですね、せーの、いってらっしゃい。